八所港東宝市は中華人民共和国海南省に位置する研究市。海南島の西海岸の北寄りに位置する科学工業都市である。南シナ海に面し、漢族の他ハジム族が多く居住する。東宝市は海南東南西部に位置し、東南は落東県と東北は消化港を隔ててサイ県と接し、西部は北部湾、南部は 南シナ海にそれぞれ面している。熱帯気候に属し、北部のハジムハ母山脈を中心に、原生林を中心とする森林地帯が広がっている。年平均気温は24度、降水量は1150ミ、mm、リメートル。前館以降、玉掛群、耳郡、州、まさか群、南嶺郡、州に属した東方市であるが、初めて県が設置されたのは、 随代の観音圏が最初であり、それ以降、中原の支配下に置かれることになった。日中戦争期間中は天然の良好と豊富な鉄鉱山が位置する東方地区は日本軍の重要な拠点となり、港湾や鉱山が開発された。1952年に東方村に県政府を置く東方圏に改変され、1953年には、 関東省海南ハジム族内属自治州の管轄となった。1959年には県政府は八諸港に移転。1987年に東方ハジム族自治県と改められ、海南省の直轄になった。1997年に研究市に昇格し、現在に至っている。市内には海南省最大の水力発電所。 大広水力発電所が位置している。主要産業の農業では、マンゴー、バナナ、砂糖キビ、ゴムの木などの栽培が盛んであり、また水産業や生炎なども行われている。八諸港は水深が深く、海南島でも重要な天然の良港であり、付近の石六鉄鋼からは鉄道による貨物輸送が整備されている。付近の海域には天然ガスが豊富にあり、 海岸部にある工場は中国有数の化学肥料やメタノールなどの生産基地となっている下部にハチチンに今日を管轄する。ありがとうございます。